ベルリンの集会にて、鉄カブト団、前線兵士同盟は、バイマル共和制時代のドイツの在京軍人組織、退役軍人で組織され、保守的な政治活動を行った。ドイツ国家人民党と共闘関係を保ったが、団員の中には、ドイツ人民党の党員もいたり、国家社会主義ドイツ労働者党とも関わりを持ったりしたことがある。団長は1924年より、 フランツ・ゼルテとテオドール・デュースター・ベルクの二人で、勤めていた。鉄カブト団の政治集会右側マイクの前に立っているのが、団長、フランツ・ゼルテ革命後の1918年12月25日に、退役軍人、フランツ・ゼルテがマクレブルクで、鉄カブト団、前線兵士同盟を設立した。鉄カブト団は、反民主主義、反共和制、復古主義、反バイマル憲法、 ハンベルサイユ条約の立場を貫いて、退役軍人から強い支持を集めた。設立時は2000人ほどだったが、急速に拡大し、1924年には1万人、1928年には22万5000人、1931年には100万人を超えていたという。保守、右派政党ドイツ国家人民党と共闘していたが、同党の一部というわけではなく、支持団体に止まった。 そのため、国家社会主義ドイツ労働者等の突撃隊のように、日常的に政治宣伝活動をしていたわけではなく、鉄カブト団の日常的活動はあくまで民間防衛隊の役割であった。国家人民党がキャンペーンを行う場合に、鉄カブト団はその政治宣伝活動に動員された。また鉄カブト団は、ナチス党や共産党が好んだ街頭闘争からも距離を置いていた。 1929年には国家人民党のヤングアン反対闘争に参加し、1931年には国家人民党やナチス党などと共に保守、右翼反政府派の共闘体制、ハルツブルク戦線を組織してハインリヒブ・リューニング首相とバイマル共和制への批判運動を強化した。しかし、ナチス党首アドルフ・ヒトラーはナチス党が巨大な保守、 右翼連合体の一株組織にされることを好まず、距離を取ろうとするようになった。また伝統的なプロイセン退役軍人が多かった、鉄カブト団の方でも、ナチス党の過剰な反ユダヤ主義思想や社会主義に近い、経済思想に対しては、嫌悪感を示すようになっていった。そのため、ナチスとの同盟関係はすぐに揚回した。その後、 鉄カブト団はドイツ国家人民党とのみ、同盟関係を維持した。1934年、ナチスに合流しナチスの腕章をした、鉄カブト団、団員1932年の大統領選挙では、鉄カブト団とドイツ国家人民党は、デュスターベルクを統一候補に立てたが、惨敗した。1933年に首相となったアドルフ・ヒトラーは、 鉄カブト団を取り込もうとデュスターベルクに入閣を求めたが拒否されたためゼルテが代わりに入閣を求められてヒトラー内閣の労働省となった。1933年6月21日に鉄カブト団はナチス党の突撃隊に吸収されゼルテも突撃隊代償に任じられた。吸収された鉄カブト団は1934年に 国家社会主義ドイツ前線戦士連盟と名前を変えさせられた。さらに1935年には完全に解散させられている。ドイツ皇室の復活を主張する君主主義的な傾向をナチス党が警戒したためという、ありがとうございます。